左からをのみ鶴、田岡和夫、鶴田浩二、1952年、鶴田浩二襲撃事件は、1953年1月6日、俳優の鶴田浩二が暴力団、三代目山口組の組員に襲撃、暴行を受けた事件。この後、芸能界では、山口組、 田岡和夫の機嫌を損ねるととんでもないことになると恐怖を植え付けられることとなり、山口組が芸能界での勢力拡大と収益を上げていく大きな追い風を果たした。山口組組員、梶原清春に指揮された組員の山本健一、清水光重、増田義夫、尾崎明春は午後7時過ぎ、鶴田浩二の宿泊先である大阪市天皇寺区内道長の旅館。 ビゼニアで待ち伏せし、抜き先に群がるファンらに、鶴田のサインをもらってきてあげると言って上がり込んだ。4人が、気境の間に入ると、鶴田工事や水野枝貴子、高峰美恵子ら10名以上が夕食をとっていた。山本は同席者の面前で鶴田を、ウィスキー瓶やレンガで殴りつけた。暴行が終わると、ビゼニアを飛び出し、黒塗りの乗用車に乗って逃亡。 鶴田は救急車で近くの早石病院に搬送されたが、頭と手に11針を縫う重傷だった。警察では、事件の背景として、鶴田のマネージャーである、金松蓮吉の言動や態度に、田岡が不快感をあらわにし、その報復と見せしめとして襲撃したと捜査していた。1952年の秋に、芸能プロモーターでもある、田岡和夫が、鶴田のマネージャー、金松蓮吉に、 ミソラヒバリとツルタのジョイント公演をオファーしたが、断られた。同年末に、金松は山口組を訪れ、翌1953年1月に、大阪、千日前で行われる、100万ドル賞の挨拶をし、当時の地元暴力団に対する慣例に従って、田岡へ5万円と、浅草のリヒト館を渡した。しかし田岡は、秋の県で断ってきた時の金松の横柄な態度が、 許せず、いらんと突き返した。金松は田岡が怒ってることに気づかず、そら、どういうわけでと再び進めるが、田岡、それは、お前がよう考えてみいや、金松、そんなことを言わずにのやりとり後、田岡は、いらんと言うたら、いらんと言い放ち席を立った。1953年の2月から3月にかけて、山本健一、清水光重、増田義夫、尾崎明春ら実行犯。 直接の指揮者である、梶原清春、4月2日には、山口組工業部、西本十三らを逮捕した。西本はヤクザでなく、仇であったことから、じわじわとした警察の取り調べに、1月4日夕方に、梶原と共に、田岡に呼び出されて、直接襲撃の指令を受けたこと、西本は、懸命に反対したが聞き入れられなかったことを、陳述した。長所に署名した後、 西本は自供したことが組に知られると、釈放された後に何をされるかわからないと震えながら泣き出している。4月23日に、田岡は山口組二代目、山口登の射程である工業士、長田佐夫に付き添われて天皇寺警察署に出頭。田岡は金松が気に食わないで不快だと組員たちへ伝えていたことは認めたものの、自らの指示で襲撃させたということは、 ガンとして認めなかった。5月4日に、田岡は処分保留のまま釈放され、西本も処分保留で釈放された。梶原、山本、清水、増田、尾崎は起訴され、山本は大阪地方裁判所にて、同事件で、懲役1年、執行猶予3年の判決を受けた。田岡和夫は、自伝で、金松が失礼だから怒鳴ったが、襲撃自体は指示しておらず、 組員が勝手にやったことと述べているが、警察は、西本の協力がなければ、襲撃事件が成立せず、仇の西本が巧妙心にかられて、襲撃事件を企画する動機がないのだから、取りも直さず、田岡の直接の指令があったことは、間違いないと見ていた。金松は2年後の1955年、鎌倉稲村ヶ崎防空壕を跡にて、服読自殺した。西本は、 山口組工業部を辞め、1956年1月に関西汽船、光丸から海へ転落して、不可解な死を遂げた。鶴田は事情も知らずに襲撃されたため、田岡と面会し、釈明を求めて長く語り合った。話し合いの末二人は和解し、その後田岡は鶴田を支えていくこととなった。ありがとうございます。